こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一宇千山を潤すです。ひとしきりの雨があらゆる山を潤す。沿岸の地に恵みの雨が降り注ぎ、潤いを取り戻して植物が生き生きとよみがえる爽やかな夏の情景です。また仏教では如来の教えや慈悲を、雨が一切を潤して生命を育むことに例えて宝雨とか慈雨とか言いますが、この句はその恩恵があまねく行き渡っていることを言います。その意味で上州重臣が一滴の甘露あまねく大山を潤すといった意思と通じます。また金剛三昧経に一味の芳醇もてあまねく一切に満つ、かの一部の純もて皆菩提の目を頂ずるがごとしとあるがごとく、一つの根本真理が万象に現れるという意味です。では今から一宇千山を潤すを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。